山崎福也は埼玉県所沢市出身のプロ野球選手。左投げ左打。オリックスバファローズ所属。ZIP は元プロ野球選手の山崎昭弘。明治大学時代。2014年11月15日、明治神宮野球場にて、所沢市立北小学校の2年生の時に、新所沢ライノーズで投手として野球をスタート。向陽中学校時代には、所沢中央シニアで、投手や一塁手。なお、中学3年の時の冬に、脳腫瘍が判明したが、手術を経て克服している。日大三高への進学後には、1年の秋に一塁手として、ベンチ入りを果たすと、2年の春からレギュラーに定着。第91回全国選手権大会では、5番、一塁手として2試合に、スタメンで出場したが、通算打率は143にとどまった。3年の時には、第82回選抜大会で、投手としてチームの準優勝に貢献。決勝戦までの全5試合に先発で登板すると、42回1、3を投げて、被安打30、奪三振33、失点14、防御率 2.55 という成績を残した。さらに、5番打者として13安打を放ち、選抜の1大会における通算安打の最多タイ記録を樹立した。同年夏の西東京大会では準決勝で敗れ、ベスト4。なお、1学年後輩に、阪神タイガースの高山俊がおり、高山とは大学でもチームメイトとなった。高校卒業後、1学年先輩の関谷亮太がいた、明治大学へ進学。東京六大学野球のリーグ戦では、1年の秋季に初出場を果たすと、2年の春季から先発ローテーションの一角を担った。3年時には、春季に6勝、秋季に5勝を挙げて、チームのリーグ優勝に貢献し、2期連続でリーグのベストナインに選ばれた。春季終了後の6月には、第62回全日本大学野球選手権大会で2試合に登板。15回1、3を投げて、被安打9、自責点3、防御率 1.76 を記録した。秋季終了後の11月に開かれた第44回、明治神宮野球大会でも2試合に登板。通算投球イニングは5回で、被安打4、自責点1、防御率 1.80 という成績を残した。在学中には、リーグ戦で通算61試合に登板。通算投球イニングは282回1、3で20勝10敗、自責点69、防御率 2.20 を記録した。3年の時の7月に催された第39回日米大学野球選手権大会には日本代表の一員として2回戦と5回戦で先発。4年の時の7月には第27回ハーレムベースボールウィークの日本代表として3試合に登板。通算投球イニングは4回に3ながら自責点0でしのいだ。2014年度 NPB ドラフト会議では以上の実績を背景にオリックスバファローズから1巡目で単独指名。1億円に5000万円の出来高分を加えた契約金と年俸1500万円という条件で入団。入団当初の背番号は17。なお、指名直後の11月には第45回明治神宮野球大会2試合に登板。12回に3を投げて被安打8、自責点2、防御率 1.42 という成績を残した。2015年には開幕1軍入りを果たすと3月29日の対埼玉西武ライオンズ戦で先発投手として公式戦にデビュー。6月5日の対中日ドラゴンズ戦で先発すると、投げては5回0、3を2失点、打っては2回表の公式戦初打席で安打を放つ、活躍で1軍公式戦初勝利を挙げ、成績不振により休養した1軍監督の森脇浩二を引き継ぎ、監督代行となった福良純一に就任後初めての勝利をもたらした。1軍公式戦には通算17試合に登板。12試合で先発を任されたが、3勝6敗と負け越した。シーズン終了後には、吉田一生と共に、プエルトリコのウィンターリーグへ派遣。インディオスでマヤグエスの一員として先発投手を務めた。2016年には公式戦の開幕を2軍で迎えたが、4月14日に1軍へ昇格した。7月14日のフレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の7番手投手として7回表に登板。1イニングを無失点に抑えた。しかし、9月に左肩甲下筋の損傷が判明してからは、実戦から遠ざかった。1軍公式戦では、前年に続いて17試合に登板。救援登板の試合数が、先発登板を上回り、3勝2敗、防御率 3.67 という成績を残した。2017年には、先発で登板した7月10日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、138球を投げ、1軍公式戦での初完封を記録。しかし、ビジターゲームでの先発登板では、序盤から大量失点を喫した2試合で1軍監督の福良から早期降板と試合中の規範を命じられた。同年は1軍公式戦で15試合に登板。1軍での左投手不足を背景に、先発で7試合、救援で8試合に起用されたが、シーズンを通じて調子の波が激しかった。シーズン終了後の11月30日には、国内 FA 権の行使によって日本ハムから移籍してきた増井宏敏が背番号17をつけることに伴い、背番号を鉄平の退団以来空番だった0へ変更。オリックスの投手が背番号0を着用する事例は、ブルーウェーブ時代の1991年途中から1992年まで、川畑康弘がつけて以来である。2018年には、公式戦開幕直後の4月4日から、1軍公式戦2試合の救援登板で無失点をマーク。2軍での再調整を経て、6月1日に1軍へ、再び合流した。6月9日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、1回裏で6点を失った先発のブランドン・ディクソンの後を受けて、2回裏から緊急登板。勝敗はつかなかったものの、5回裏までの4イニングを3被安打無失点でしのぎ、5回表の打席で公式戦のシーズン初安打を放った。しかし、1軍公式戦では入団後初めて1勝も挙げられず、登板数も入団後最少の7試合にとどまった。2019年には中継ぎ要員として公式戦の開幕から1軍に入ると、シーズン初登板から救援だけで7試合連続無失点を記録。この間に41人の打者と対戦しながら、被安打を2本にとどめ、4月13日の対西武戦では、4イニングを投げ、シーズン初勝利を挙げた。1軍公式戦での勝利は、2017年7月10日の対日本ハム戦での完封勝利以来642日ぶりであった。4月下旬から2軍へ降格したが、5月中旬の1軍復帰後も、イニングまたぎの救援登板を重ね、セパ交流戦の期間中に1軍公式戦でのシーズン登板数がキャリアハイに到達。6月16日の対阪神戦で公式戦初ホールドを挙げた。1軍公式戦には36試合に登板し、先発登板は2試合のみで2勝3敗1ホールド、防御率 4.50 という成績を残した。シーズン終了後の11月13日に背番号を11へ変更することを発表。2020年には公式戦開幕を2軍で迎えたが7月2日。一軍登録され、7月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、先発登板し相手打線を5回に失点に抑え、降板。3年ぶりとなる先発白星を挙げた。最速時速 149km の速球と変化球は、スライダー、カーブ、ツーシーム、フォークを操る。中でもカーブは、大学時代から得意としている。また、通常垂直に落下するものが、ナックルのように揺れながら落ちる、独特のフォーク、ナックルフォークを、日大三高時代から投げている。投球時に、軸足の左足の膝が折れる癖があり、2017年の秋季キャンプでは育成コーチの酒井努からの提案により、左膝を医療用のギプスで固定させる投球練習に取り組んだ。実刑、山崎福乃はかつて野手や投手として活躍し、聖望学園高校の3年の時に野手として春夏連続で全国大会へ出場した後に國學院大學野球部を経てセガサミー硬式野球部でプレーを続けていた。2015年に引退してからはセガサミーで社業に専念している。日大三高への進学を控えていた中学3年の冬に実母の勧めで病院の精密検査を受けたところ小児脳腫瘍が判明。呼吸や歩行に支障が生じるリスクをはらみながらも、進学直前の2008年3月21日に、北海道大学病院で、すべての腫瘍を摘出する手術を受けた。手術は成功し、福成は麻酔から覚めると、執刀した医師から野球を続けられることを告げられた。さらに、手術の翌日に催された第80回選抜大会の開会式には、兄が、聖望学園高校の選手として参加。テレビ中継を通じて兄の入場行進を見た福成は前述した医師から驚異的と言われるほど急速に回復すると手術からおよそ1週間後に退院へ至った。日大三高へ進学すると地元の病院で定期検診を受けながら兄に続いて3年の時の春に選抜大会へ出場。オリックスからのドラフト指名当日にTBS 系列で放送されたドラフト緊急性特番。お母さんありがとうでは、福成や家族に対する密着取材をもとに、脳腫瘍の判明から寛解に至るまでの経緯が紹介された。オリックス入団後の2017年9月に、阪神タイガースの横田慎太郎が脳腫瘍の発症を公表した直後には、横田に対して、いつかセパ交流戦か、日本シリーズで戦いたいです。リハビリは大変だと思うけど頑張ってほしいというエールを送っている。ありがとうございます。